はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、2年前の自分に2年後はもっと笑顔になれるよって伝えてあげたいというふうにね、競泳女子のね、我らが池江璃花子さんがですね、この8日の日にですね、自らのね、自己自身の SNS をね、更新して、2年前のちょうどね、この日は白血病が発覚した日であってですね、どん底から頑張って競泳生活に戻ったぞっていうふうにね、自分にね、エールを送ってました。ね、その投稿でもね、その1年前はね、まだ退院して間もなくて、免疫抑制でも飲んでたし、吐き気もあったかな、でもよくここまで頑張ったとね、こう自分でね、自分を褒めてあげるというね、投稿でね、もう僕もね、目頭が熱くなりました。で、僕はね、そのまだ免疫抑制でも飲んでますし、美容師としてね、現場にも戻れてないのでね、まだまだちょっとね、褒めれる要因がね、見つかりません。まあ、話をね、池江さんに戻しましょう。で、そのインスタグラムの投稿やったんですけどもね、その投稿の前の日の7日に行われた大会でね、50メートル自由形でね、まあ、東京オリンピックのね、派遣基準記録に迫るね、好記録でね、2位に入るなどですね、体力もね、順調にね、回復しているのはね、ほんまに何よりです。そして昨日の21日のね、大会でもですね、まあ、オリンピックの種目ではありませんけども、ね、50メートルのバタフライでね、 25.77 というね、記録をマークしてね、これで優勝してました。もうね、レース復帰後もう5大会目でね、初めてその頂点に立ったんですけどね、ほんまにね、この回復力にはね、頭が上がりません。もう僕はね、もうどんだけ頑張ってね、リハビリのためにね、トレーニング的なことやってみてもですね、もうすぐ筋肉痛とかね、倦怠感にね、陥ってしまうのでね、もうやる気をなくしてしまうんですけどもね、もうさすがにアスリートは違いますよね。で、そんな池江さんがね、その白血病を発覚したらね、18歳の時でね、15歳から39歳までをね、その英語のね、頭文字を取ってね、綾世代とね、呼ばれるんですけどね、この世代のね、がんがね、今ね、注目されてるんです。綾世代というのは、AYA 世代というのはですね、アドレッセンド&ヤングアダルト、思春期若年成人のね、その頭文字を取ったもので、主にその思春期15歳ぐらいから30代までのね、世代をね、指します。まあ、この世代のがんがね、ちょっと改めてね、だから世界で注目されて始めてるんですよ。15歳以上のハイティーンと、14歳以下というのはね、白血病がトップでね、さらにそのハイティーンとね、20代はね、その男女ともにね、生殖器のがんもね、多いことが知らされています。綾世代のね、がんでね、問題になるのがですね、妊娠できる可能性ね、妊孕性っていうのがあるんですけど、それがをね、いかに残すかということなんです。一般論としてね、白血病やリンパ腫などのね、血液腫瘍の治療としてはですね、骨髄移植がなされるケースではですね、その骨髄移植が行われる前処置としてですね、大量の抗がん剤投与とね、その放射線のね、全身照射っていうのがね、行われてですよ。それのね、ダメージによって女性はね、卵巣機能、男性は精巣機能が損なわれやすいんです。他のがんでもね、行われる抗がん剤でもですね、卵巣や精巣のね、機能がね、低下しますけどもね、多くはね、時間とともに回復しますけどもね、無月経とかね、無排卵症とかね、無精子症になることはね、稀なんです。しかしですね、血液腫瘍の場合はですね、治療のダメージが強すぎてですね、高頻度で回復しないケースが報告されています。で、その大きなリスクがね、その全身やその骨盤でのね、放射線照射というのと、骨髄移植のためのね、その前に先も言いました、抗がん剤治療ね、化学療法っていうんですけども、それでとあるね、種類の抗がん剤があるんですけども、それを使うと不妊へのね、高いリスクがね、あるんですよ。まあ、抗がん剤のね、種類っていうのは先生がね、患者さんの体の状態と病気の状態を確認した上で決めていきますので、一言ね、将来子供を授かりますでしょうかねとかね、一言だけでもね、相談してみたらね、それなりに先生が説明してくれますので、もしそうなった場合はね、その聞いてみるっていう方法をね、取った方がいいですよね。そこでね、その綾世代のね、がんではですね、妊孕性をね、温存する対策がね、欠かせませんし、男性は治療が始まる前にね、精子を採取しておいてね、凍結保存することと、女性ではね、配偶者がいるケースではね、その卵子を採取しておいて、パートナーの精子と受精させて、受精卵として凍結保存するのがね、一つなんです。そして二つ目がですね、未受精卵のね、
凍結保存と、でさらに最近はですね、卵巣組織そのものの凍結保存というのもね、一部の施設で行われています。東大病院ではですね、骨髄移植に伴う放射線のね、全身照射を行う際にですね、卵巣を金属ブロックでね、こう遮蔽するというね、研究を実施した結果ですね、移植後早期にですね、卵巣機能が高度に回復したのはね、8人中6人 でこのうち2人はね、この後ご結婚されてですね、健康な子供をね、出産されました。もう素晴らしいですよね。ほんまに夢がありますよね。なのでね、こうした治療によってね、妊娠や出産というのをね、諦めることはね、ないんですよ。まあそもそもね、病気になってしまったその白血病っていうのにはね、大きく4種類ありまして、がん細胞がね、骨髄系の骨髄性かリンパ球のリンパ性かの2つで、それぞれに急速に増殖する急性というのと、ゆっくり増える慢性っていうのがあって、骨髄系の骨髄性か、リンパ球系のリンパ性か、それぞれの急性か慢性かによって分けられるので、その4つですね。だからね、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性リンパ性白血病のこの4つに分けられます。例えばですね、池江さんと同じタイプのね、若い方なら7割が治ると言われていますので、将来のね、妊孕性を残しつつですね、前向きに治療に取り組むことがね、その綾世代のがんの治療のポイントです。この方はね、綾世代ではないんですよね。去年ね、世界的なファッションデザイナーのね、山本寛斎さんのね、命を奪ったのはですね、急性骨髄性白血病でね、去年76歳でしたので、段階の世代になるんですけどもね、報道によると、去年のね、2月22日ね、もう1年前の今日ですよ、この日からですね闘病されていて、亡くなったのはね、8月22日でね、5ヶ月のね、急性です。まあそんな2人をね、結ぶキーワードがね、白血病なんですけどもね、何が明暗を分けたのでしょうかと言いますとですね、山本寛斎さんを襲ったのは、ね、急性骨髄性白血病はですね、俳優のね、渡辺謙さんもね、31年前にね、発症していてね、1年間の抗がん剤治療で回復して、まあ、5年後にまだね、再発してもね、またそれを乗り越えています。タレントのね、吉井玲さんもですね、20年前にこの病気が発覚してですね、骨髄移植を経て現在に至ってます。で、急性骨髄性白血病はね、僕もなった分類なんですけども、まあ、いろんな、ね、要素によってね、予後が良好なタイプとかね、中間型とかね、もう不良型にね、分類されるんです。でそれを左右するのがね、年齢とね、全身の状態とね、合併症の有無でですよね。一般的にその60歳以上だとね、予後が悪くなりやすくてね、山本寛斎さんの発症はね、76歳で発症されたんです。でね、この年齢だとね、移植がすごい難しいとね、思われるんです。ね、移植にはですね、強力なその先ほど見ました全処置をね、行うそのフル移植っていうのと、それよりも軽い処置で済ませるね、ミニ移植っていうのがあってですね、フル移植っていうのはせいぜい60歳ぐらいで、ミニ移植でもね、65歳がね、限度なんですよ。だからその山本寛斎さんはね、年齢的にもね、まあ、他の持病があったんでしょうからね、まあ、そういうことが重なって、発症からね、その5ヶ月でのね、再起となったのでしょうとね、考えられます。急性の白血病ではですね、成人の8割がね、骨髄性でですね、発症年齢のね、中央値っていうのがね、大体その60歳なんですよ。で、急性骨髄性白血病をね、成人で発症するとですね、残念な転機となるケースがね、少なくないのが現状です。で、一方、その池江さんがね、克服した急性リンパ性白血病っていうのはね、成人の2割、小児の8割を占めます。池江さんの発症時はね、18歳でね、15歳以下の小児ではなくてハイティーンですがね、このタイプの白血病は抗がん剤が効きやすくて、他に比べると治りやすいとされているんです。特にね、小児ならですね、治癒率はね、8割から9割でね、そのうち7割近くはね、移植せずともね、抗がん剤で治ります。まあ、僕はね、発症した時点でね、35歳で36歳になる年だったんですけども、もちろんハイティーンでもないしね、まあ、ギリギリ綾世代なんですが、僕の人間性とかね、まあ、発想力をね、客観的に見てもね、なんか若年成人とはね、呼べない感じがしますけどね、まあ、見た目ではね、そのすごい派手にね、してますんでね、それでカバーしてますけども、まあ、見た目は別としてですね、僕はおかげさまでね、子供がすでにいてますので、また授かりたいと思ったらね、ちょっとね、不安しかありません。池江さんがね、移植をされる前にね、どんな放射線照射をしたのかとか、抗がん剤だけの全処置だったのかとかっていうのはね、もう分かりますませんけども、この不妊とかの問題というのはですね、若くても年齢を重ねててもね、関係ないですのでね、もしね、治療せなあかん状態になってしまったらね、先生に一言ちゃんとね、相談してください。そんな感じでですね、白血病綾世代のね、妊娠出産の対策のお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。